バスター・キートンは、アメリカの喜劇俳優、映画監督、脚本家、チャールズ・チャップリン、ハロルド・ロイドと、並び、世界の三大喜劇王と呼ばれる、キートン三人組の寸劇。左の子供が、キートン・カンザス州ピクアにて、父・ジョー、母・マイラとの間に、ジョセフ・フランク・キートンとして生まれた。両親とも、舞台芸人で、キートンも百九十九年にまだ四歳の頃、 親子によるキートン三人組として初舞台に立ち各地でボードビルの巡業を続けた。父が小さい彼の体を逆さに持ち上げてブンブン振り回す人間モップという荒っぽいギャグを売り物とし泣き顔一つせず演じていたことは有名な話である。後に弟ハリーと妹ルイーズを加えた五人組としても人気を博したが後にまた バスターと両親の三人組に戻っている。イギリスなどでの海外巡業も経験した。キートンが映画界に進出する直前まで活動が続き、その時点で解散している。芸名の由来についてはこの家族舞台時代、突風に飛ばされたにもかかわらず、全く泣かなかったのを見た、巧妙な手品師のハリー・フルリーニに、マイ・ホワット・エーバスターと言われたところから、 すぐそばにいた父によって、バスター・キートンの名が誕生したと言われる。ジョーは映画という媒体を評価していなかったとされているが、14本の映画に出演し、家族で共演する作品もいくつか存在する。デブ君の勇志では、息子との初共演を果たしているが、フィルムは現存していない。マイラ、ハリー、ルイーズにも映画出演経歴があり、 家族全員が勢揃いした作品こそ存在しないが、キートンの西物図や列車のアイノスなどで共演が確認できる。1917年にニューヨークへ渡り、当時マック・セネットのプロダクションで大人気だったロスコアーバックルの誘いを受けて映画界入りを果たした。映画初出演作品はファッティとキートンのおかしな肉屋だが、 キートンが新人ながら決して短くない出演時間を一度も取り直しせず撮影を終えた。その後はバックル主演映画に立て続けに脇役として出演した。出生中のキートン1918年には第一次世界大戦による徴兵で一時映画出演から離れた。その際耳を負傷したが回復はしている。体を張りながらも無表情で一途な役柄を 特徴としたことから、ザ・グレート、ストーンフェイス、他に、死人の無表情、酸っぱい顔、凍りついた顔、悲劇的なマスクなどと呼ばれた。アーバックル主演映画に出演していた頃、このキャラクターは定まっておらず、笑顔や泣き顔、さらには激怒した顔など、豊かな表情を見受けることができる。無表情が定着したのは独立後で、 チャップリンの撮影施設を買い取り、キートン撮影所を設立した時期と重なる。初単独監督作品は1920年に撮影されたキートンのハイサインであるが、キートン本人が気に入らず公開が見送られた。同年、監督作品である文化生活一週間が公開されている。その後、キートンの電気館の撮影中、キートンに エスカレーターに足を挟まれ骨折し、撮影中止の事態に陥ってしまった際、埋め合わせとしてハイサインが公開された。電気館は、再度の撮影の後、1922年に公開されている。こうして1920年代を中心に、大人気の映画俳優となった。キートンの大列車号等1923年まで18本の短編を撮影後は、 自らの撮影所で、メトロゴールドウィン・メイヤーや、ユナイテッドアーティスト配給の、第一作、キートンの恋愛三大駅から十作目である、キートンの蒸気船まで、長編作品10本を制作した。キートンの探偵学入門では、危険なシーンの撮影の折、り、給水塔の水で叩きつけられて、汽車の上からレールに転落。首の骨を折ったにもかかわらず、気がつかずに撮影続行。 一年半後偶然に骨折の跡が見つかったが、その時にはすでに感知していたという武勇伝が残されている。本人は頭痛が続くしか自覚がなかったという。1928年には自身の撮影所を手放し、当時すでに多くのスターを抱え込む大手映画制作会社 MGM と契約した。だがキートンは次第に MGM での映画制作システムに対応できなくなってしまう。移籍後は主演作品でも脚本を書くことは愚か、監督を務めることさえ激減したため、単なる間抜けな主人公によるコメディ作品というイメージが強くなった。後に、キートンが自伝でも過ちとして語っているように、MGM での時代は転機を迎えた時期だと言える。それでも、工業的には、 成功を収めている作品も存在し、特に1928年に公開されたキートンのカメラマンは、その年の MGM 作品でも抜群の興行成績を記録した。ポークパイ棒を被ったキートン1933年まで MGM で映画を撮り続けたが、徐々に仕事は衰退した。衰退の原因が今日では、サイレント映画の衰退。 および代わりに対等するようになった陶器ーー技術において、キートンのハスキーボイスがそれとマッチしないと評されるところが多い。初陶器ーー作品は、キートンのエキストラだが、この作品は、工業的に大成功を収めており、ボードビル時代に鍛え上げられたダンスと歌声を披露しているほどである。朗朗たる美声とは言い難いが、洒落た感じの良い歌声であり、決して悪性ではない。 他に、衰退の原因として考えられている点が、MGM の分業方式、スター方式が合わず、さらに、今まで一緒だった、チームメンバーが解体してしまったことなどである。サイレント時代の傑作、キートン将軍などのカメラワークは、今見ても目を見張るものがあるが、これらのスタッフは各スター作品の制作で文字通り、引っ張りだこであって、複数の喜劇映画に名を連ねている。 MGM 時代後期はジミー・デュランテとのダブル主演となっていった。この頃から酒に溺れる日々が続き、撮影を丸一日潰つぶしてしまう出来事も起こった。また、MGM との約束をキャンセルしてしまう出来事も重なり、これがきっかけで解雇されてしまう。その後はメキシコ、イギリス、フランスで長編作品を制作したが、 同時に狩猟が増えアルコール使用障害に陥り、破産も経験している。これに前後して、新竹ャキートンで共演した妻との離婚、看護婦であった第二夫人との結婚、離婚などを経験し、発狂と新聞に報道されてしまう羽目にまで立ち至っている。これは、日本の新聞にも写真付きで報道され、古い映画評論などは未だにそのまま書かれている。 最初の妻のナタリー・タル・マッチ1930年代半ばにはエデュケーショナルで短編作品に出演、主演するようになった。また1940年代にはコロンビアやユニバーサルにも迎え入れられたが、主に脇役であった。他にも監督、原案の提供、ギャグの創作や指導などの仕事をこなす。マルクス兄弟の作品にも原案提供、 ギャグ指導を行っており、このためマルクス兄弟の特徴となる視覚的で不条理なギャグにはキートンの影響が随所に見られる。とはいえ当時はすでにハリウッドの一戦から退いたと考えられていた。バスター・キートンの墓1950年代に入ると TV ショーの出演やヨーロッパでの舞台を続けるなど仕事に恵まれた。映画でも1950年に ビリー・ワイルダー監督のサンセット大通りに出演。1952年にライムライトに出演するなど、チャーリー・チャップリンと初共演を果たした。これらの仕事や黄金時代のフィルムが倉庫から探し出されてリバイバル上映されるなど、キートンへの再評価が高まった。1957年には電気映画バスター、キートン物語も公開された。 最晩年の出演作、ローマで起こった奇妙な出来事ではセリフも少なく、ただその辺を走っているだけのマラソンランナー役だったが、それでもクレジットタイトルでは別格扱いだった。1966年2月1日、肺がんによりカリフォルニア州ウッドランドヒルの自宅で死去。70歳、ナタリー・タル・マッチとの結婚式3度の結婚を経験している。 ナタリー・タルマッチ・サイレント時代に活躍した、タルマッチ三姉妹の一人で、荒竹社・キートンではヒロインを演じた。1921年に結婚し1932年に離婚。二人の子供を設けている。イスクリブン1933年に結婚し1936年に離婚。エレノア・キートン・キートンより23歳歳年下のダンサー。キートンが亡くなるまで、 結婚生活は続いた。文化生活一週間の珍妙なマイホームのギャグ、前日通り偉大なる無表情を一切崩さずに行う体を張ったアクションとギャグが最大の特徴と言える。偉大なる無表情とは気度哀楽を表情に出さない。その表情と命がけのアクションとのギャップがファンに愛されている理由の一つだとも言える。急斜面を転がり落ちたり列車の上を 全速力で駆け抜けたりするなど非常にアクロバティックである。アクションに限らず映像技術や特撮技術を駆使したようなトリック要素が多く盛り込まれたギャグも多用する。作品の特徴であるがチャップリン作品に形容されるような悲劇的な要素はあまり見受けられず、スラップスティックコメディにロマンス要素が加味された作品が多い。基本的にはハッピーエンドである。そして、 キートン演じる、主人公のそのほとんどが、少し間抜けた性格の持ち主だが、ロマンティストである。これらはキートンが自ら制作した1920年代に、強く見られる特徴である。短編、キートンの囚人13号のポスター長編短編、ファッチとキートンのアウトウェスト長編。ありがとうございます。